はい、3回目です。どうもブースト使わずにいけそうな気はするかなと。これ2位まではなれるんですよ。まあ最初ホットベルトをしちゃったんですけど、そっちか。まあカーブでなんとかなるんで回復を優先します。今ちょっと押されて押す感じになっちゃった。封じ込めとか一時的だけど、これとかね、うえ、さすがにちゃんと使ってる。ああ、JB が見えなくなっちゃった。見えないかな。見えなそうだな。どこか。やめてそれ。やめてってさ。あ、見えたか。あ、見えなかった。許してください。多分あれなければなんとかなったと思うんですけどね。ちょっともう問い直しに時間かけたくない。本当何回も言ってるけど、時間も限られてるんでね、乗らずに行くっていうのもちょっと難しいかもしれない。そんなことがあったら、これでもできるの？スリップゾーン嫌だ、かっこ悪い。うん、さすがにこれぐらいまで準備打ちますね。早いんだか遅いんだか、
反応が遅れた。邪魔されたくない。燃えた。怖っ。抜かれないか。ちょっと開いた方が。はい、オッケー。最後行きましょうか。見ちゃったよ。ガジュガジュガジュ。うお、これ。やめてそれ。うえうえ。なめんじゃねえって言われましたね、これは。しょうがないな。正直爆発するかと思った。あれパワーダウンまではいかなかった。うん、とよく避けたな今。よし、完璧に決める。はい、まあいいんじゃない。過去フレームへ。まあちょっとアレンジを加えてはみましたが、やっぱ忍ばず悔しいな。他のではもうちょっと頑張りたいっす。まあファイティングコメントだったら地雷うまく使えばいけると思いますけど、ローブースト。まあ実現してるとは限りませんけどね。いやー、サードサーキットあそこまでまあめちゃくちゃにされてもなんとか追い上げできましたね。7秒8秒近く、 7.5 秒か、結構違うね。それではビショップはやってあるのでクイーンやってきます。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。